おかえりヤングサンデー。はい、リーダーのモンです。ヨヤです。ヒガトです。エース武田です。お願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで、はい、今週も東海漫画やわのお時間がやってまいりました、皆さん。はい、前回は、吉田明美先生のバナナフィッシュを取り上げましたけど、今回、ついに数えたらもう第15弾。あ、もうそんなやってんだ。こんなにやってますよ。15弾目は、こちらです、ドン。ドン。高橋留美子先生のメゾン一刻をやります。やったね。いやー、でも、すごい人ですよ、この人、本当に。ですよね。言うと、ね、2億部いってるからね、この人。マジ？うん。2億だよ、2億。2億国民1人当たり1冊持てないとおかしい計算だから。1.5 冊ぐらい。これ、はい、まあ、後々に結構、後になって復刻された文庫版なんだけど、はい、俺これしか持ってないんだけど、はい、俺がね、なんとね、1997年に初版が発行された、これが。はいはいはい。俺が持ってるの2001年に発行されたやつなんだけど、はい、なんとその時点でもう12吸ってます。おぉ。信じられないぐらい吸ってるね。すごいな。吸りすぎって感じ。あと、これうるせえなんだけど、はい、はい。これ、俺の親父が持ってたやつなんだよ。おぉ。受け継いだ。親子2代。親子2代。あのね、これがすごいのよ。はい、昭和55年に初版が発行されて、はい、これが57年に吸ったやつなんだけど、はい、たった2年間で18吸ってます。マジ？どんだけ人気があったのかっていうことです、これが。そんな、高橋、もう化け物です、マジで。化け物。の高橋留美子先生の、中でもメゾン一刻っていうのを今回やっていきますと。で、はい、今回、なんと、遊戯王以来の、はい、四夜構成です、皆さん。おぉ長い夜になるし、長いよ。暑い夜になりますね。暑い夜になりますな、本当に。どう、小野さん、全部読んだんですよね。どうでした？どうでした？まあねー。いや、これなんでロゲって感じ？なんでロゲ？もうなんか、どんなエロゲよりもエロいんじゃないかってぐらいエロゲ要素詰まってましたね。まあ、今の萌えの基盤を作ったのは高橋先生だからね。東秀夫先生と、高橋先生のどれぐらいかな、多分ランマぐらいの絵が今の基本だよ、うん、萌えの基本的に。あ、そうだね、うん、ランマ、うん、この設定だよ、うん、まあ設定だね、設定は素晴らしいです本当に、うん、もう後につながるものがいっぱいあるね、うん、この漫画は、うん、いやこれは人をダメにします、この漫画は。はい、まあ4回やるんだけど、4回やっていくのかっていうと、はい、これです、ドン。はい。まず第1話目。今回ね、メゾン一刻あんま語んないっす。今回は。この動画では。とにかく、高橋留美子って人が分かっておかないと、ダメなのよ、メゾンって。なるほど。うん。で、2話目があらすじのキャラ紹介。うん、うん。と、3番目。はい。もう思考のラブコメ演出と小回り。はい。なるほど。と、最後、まあ、すげえ値段割れちゃったけど、うん、最後、まあヒロインの京子さんと主人公の五代君が結婚しましたと。でこれ何だったんだろうかっていうことをちょっと話していきましょう。なるほど。こんな感じの、四夜構成ですと、もう早速いきましょうか、ね、はい、はいよ。はい、ね、もうまずね、メゾン一刻っていうこの作品、うん、はい、一言でどんな作品か、はいです、はい、どう、歴代ナンバーワンラブコメ漫画って言っていいと思います。おお。ほう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 。いや、うん。俺、そんなに読んでるわけじゃないけど、ラブコメ漫画って。俺が読んだ中では、これが一番出来がいいと思うよ。本当に。うん、これが俺、最高のラブコメ漫画だと言っ
ていいと思う。今回 4,5 年ぶりに俺も読み返したけど、やっぱりこれが俺一番好きだな、ラップ漫画の中では。うん、ちょっとまあ高橋先生の話をちょっと今からするけど、はい、あのこれもし、まあ、これ俺の雑感だから、うん、もしかしたら人によって違うっていう人もいるかもしれないけど、うん、俺ね、高橋留美子作品をね読むといつも思うことがあって、それがねこれなのよ。漫画って面白いって思う。初期衝動が。うん、本当に思えるわこれ。よかったね。あ、おめでとう。ありがとう。おめでとう。最近ちょっと擦れてた私ですけど。あ、あのね、本当に面白いわと思った漫画って。いや、よかったね。素晴らしい。俺よくよく考えたら一番初めにハマった漫画って多分ランマだしね。あ、そうなんだ。うん、僕もそうかも。うん、だよね。俺多分なんかの再放送で読んだランマだと思う。うん。うん、ランマかね、ナルトだったと思う、確か。うん、一番最初ハマったのって。ああ。そう。だからやっぱりあの、高橋留美子作品は面白い。本当に。なるほど。で、あの、まあ、高橋先生の、じゃあ、どういうところがすげえのかっていうのを、ちょっと語ってみます。うん、おい。これ、ちょっと前かな。なんかね、岡田斗司夫先生が言ってたらしいんだけど、うん、はい、こんな風に言ってました。どん。手塚治虫先生。はい。っていうのは、漫画の神様ですよ。はい。そうですね。で、石森章太郎先生、009。は、はい、漫画の天才。いや、うん、その通りですよ。まあ、あと、漫画の王様ともたまに言われてるね。うんうん、で、ここに肩を並べてるんです、高橋留美子、実は。ごっついな。で、高橋留美子、じゃ何か、なんて言われ、なんて、岡田先生は称したのか。これ、はい、漫画の怪物です。ヤンキー漫画だな、あだ名みたいな。まあ、これ俺、人が言ってたものを取ってきただけなんだけど、俺はね、本当にその通りだなと思う。うん、本当に漫画の怪物です。うん、この人は。うん、で、じゃあ、その、手塚先生とか、石森先生に比べて、中先生は、じゃあどういうところが評価されてるのか、みんなから。うん、これです。まずね、手塚治虫先生の凄さっていうのは、やっぱりアイデアの凄さなんだよね。アイデアの凄さだし、あと、まあ、ストーリーを分かりやすく伝える構成力。うん、と、まあ、あと、漫画の技法そのものを作ったっていう、まあ、発明家でもあるんだよね、この人。うん、で、石森章太郎先生は、小回りの技法。うん、ね、今に通じる、まあ、バトル漫画の小回り技法っていうのは、基本的にこの人がほとんど作ってる。うん、なるほど。な書き方も。と、あと、まあ、演出力だよね、この人は。見せ方。まあ、漫画ってものをどうやって見せたらかっこよく見えるのかっていうのをかなり発明してるの、この人は。で、高橋留美子は何か。はい。ユーモアセンスです。なるほど。この人のね、作品ってね、俺、ギャグ漫画っていうよりユーモア漫画だと思う。なんていうのかな。例えばさ、まあ、俺らで分かりやすいところで言うと、ボボボボボボボっていうギャグ漫画があったじゃん。はい、大好きです。穴毛神経。ギャグ漫画ってやっぱり特徴的なフレーズっていうか、決めのセリフがないといけないんだよね。ギャグとしての。だから、鼻毛神経とか、うん。うん。あと、なんだろうな、あとギャグ漫画っていうと。まあ、俺。すごいよ、マサルさんとか。すごいよ、マサルさんとか。うん。あと、ピュートフグジャガーとか。ピピピピピピピとか。あ、スライディングドゲザーとかさ、印象に残るセリフとかギャグセリフがあるじゃんか。うん、高橋作品は実はそれないんだよね、あんまり。あ、確かに言われてみるとそうだね。例えばラムちゃんみたいな、そのなんとかダッチャっていうキャラ付けするための語尾みたいなやつなんだけど、うんうん、そんなじゃあ印象的なギャグフレーズってあるかって言われたらないんだよ、この人。ないね、うん、確かにね。だからこの人ってギャグ作家ではないんだよ、やっぱり。だってこれユーモア作家の方だと思う。うん、なるほど。だから普遍的な。うん、うん。ということで、じゃあ、高橋先生のパーソナルな話、ちょっと経歴を言っていきましょう。はい。はい、
ドン。ちょっと書ききれなかったので 2番に分けましたけど、うん、はい、まず1957年、新潟県に生まれた末っ子です、この人。ああ、うん、新潟。新潟です、この人は。雪国。二男一女の末っ子。うん、お兄ちゃん二人なんだね。うん、父親はなんかね、産婦人科の開業医だったらしいのよね。だからまあ結構、まあどうなんだろう、いいところの出のお嬢様なのかな、この人は多分ね。うん、で、幼少期は、まあもちろんお兄ちゃんの少年漫画を愛読してた。うん、まあ、お兄ちゃん二人いるから、その時に手塚治虫とか、石森章太郎とか、藤子不二雄さんとかに触れてるらしい。うん、なるほど。で、中学生の頃に、もう中学生の頃にサンデーとガロに投稿し始めるこの人。ガロ、うん、ガロですか。ガロですか。投稿したこの人。うん、なんかね、ガロは好きだったみたい。はあ。うん。なんかあの YouTube にね、30分ぐらいのね、高橋留美子のインタビューが結構最新のやつがあって、それ読んでたらね、あのガロにガロが好きでしたって言ってた。へえ、うん、意外な。意外だよね。本当に。あのちょっと動画いろんな意味で面白いからちょっと見てほしいんだけど。はい、います。で、高校生の時に、近藤陽子さんっていう、近藤陽子先生、うん、水郷奇譚とか書いた人だね、うん、この人漫画家なんだけど結構有名な、もうメディア文化メディア、メディア庁文化芸術祭、うん、はい、うん、の賞も取ってるぐらいの、うん、なるほど、うん、この人もガロ系の作家だよね、どっちかというと。うん、そもそもそう、まあ、とともに、漫画研究会を高校で設立します。なんか、東京で新しいです。そうなんだ。で、ここが重要。2年の時に、マガジンに40枚投稿したんだって。ほう。でも、落ちちゃったんだって。はい、高校生で40枚書くって結構なことだから、すごいな。ショックだったみたいで、この時に漫画家は一時期諦めたんだって。あら。あら。マガジン名。マガジン名。惜しかったな。惜しかったな。ああ、そうだね。ここで拾ってたら。ここで拾ってたら。原石よ。大学生になって、この人上京してくるんだけど。うん。うん。履いてました。1年生の時に、小池和夫ネギガ村塾に入塾します。それがちょっと不思議なね、経歴ですよね。まあ、ほとんど1期生に近かったんじゃないかな、この人は。小池和夫先生といえば、まあ、劇画村塾。あ、劇画村塾じゃねえわ。小連れ狼だね。うん。これ、俺何回か言ってるよね。言ってますね。小池画像劇画。3回ぐらい聞いた気がする。うん、高橋先生以外の有名な、卒業生っていうと、あの人ですね。板垣先生ですね。バキン、うん。で、そこで才能を見込まれる。小池先生に。君はプロになれるって言われたのって。なるほど。おー。で、多分ここで、まあ、基本的な小回りとか、あとキャラの付け方とか、多分この辺で学んでる。ほうほうほう。で、で、78年。これ大学多分3年生かな ?3 年生の時に、勝手な奴らっていうやつ。これうるせえの前身ですね。小学館新人コミック大賞佳作を受賞して、まあ、本誌でデビューしたと。なるほど。うん、ちなみに、東秀夫先生っているじゃないですか、あの人。はいはいはい、はい。あの人はこの勝手な奴らを見て、漫画が帰ってきたって言って、大騒ぎしてたのって。で、収録されてた、その後、そのサンデー。はい。なんてかわかんないけど、3冊買ったんだって。はぁ、うん、用と、概要と、用と。うん、わかんないけど。で、で、同じ年、78年の同い年に、うるせえやつで不定期連載スタートさせます。あ、不定期なんだ。うん、俺これ初めて知ったんだけど、うるせえって最初ね、不定期連載だったなって。それなんでかっていうと、高橋留美子が大学卒業したかったからなって。あ、そうなんだ。うん、あ、そっか、大学中だもん。そう、大学中なの、この時まだ。で、1年半ぐらいは不定期連載だったって、うるせえって。で、これも、さっき話したインタビュー動画に載ってたんだけど、言ってたんだけど、本当に大学通いながら漫画描くのは、すげえ大変だったんだって。それ大変だろうなと思うんだよ。本当に。ね、勉強しながらネーム書いて、
で編集者に見せてダメ食らって直してつって言って無駄なコマを減らしてみたいなことやってた。でうわ大変そうって思うじゃん、うん、見てて、うわ大変そう、そんよすげえ頑張ったんだな高橋先生って思うじゃん、うん、最後にでも楽しかったですって言うね。はあ、あのねこの後 ね何回もそれが出てくるの。例えばメゾンをこれこの人あのうるせえやつだともう同時にスタートさせるのよ、うん、80年に大学卒業した後にメゾンもスタートさせて同時にうるせえやつらも週刊連載になる。マジ、うん、忙しい。で最初メゾンは、スピリッツでやってたからね、うん、あそうかそうかそうだね、あのスピリッツの創刊の時にメゾンスタートさせるんだけど、うんうん、雑誌立ち上げの時でも、うん、最初の時は月刊誌だったのメゾン、あスピリッツって。あそうなんだ、うん、へでそれが隔週誌に変わったの、おお途中でメゾンの。やばい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 、 やばいじゃんもう死んじゃうやばいやばい週刊連載1本やってて隔週連載1本で死んじゃうこんな普通に死んじゃう死んじゃう。でうわすげえ大変そうと思うじゃん、うん、いや大変でした本当に、まさかでまさかやったですっていうね。タフタフもうねなんていうのかな、この中に出てくる登場人物としか思えないもん。もうその後もランマの話してもその、うん、なんていうの入れ替わるっていうのが伝わりにくく伝わらなくって最初子供にそ、うん、のために悪戦苦闘して分かりやすいようにしてたんですって言って、あ大変そう、うん、でも楽しかったです。まさかい。もうすげえ。すごいのよ。何聞いても全部楽しかったですなのよ。最高。どんだけ楽しいんだと思う。マジ最高それ。最高だよねもう、うん。幸せだね。幸せだわと思って。これはね面白かったですから本当に見てください。30分ぐらいなんでめっちゃ面白かったよ。で、ごめんちょっと戻るけど大学卒業後に、メゾン一国っていうのをスタートさせますと、うん、はい、当時にうるせえやつも週刊連載やって、まあ、すっげえ大変なことになると、はい、でもその大変な状況7年間続けるからね。マジすごいな。でしかもその間に短編とかも書いてるからねこの人、うん、何を書くと、うん、この、あの、まあ、結構有名な作品だけどこの人魚シリーズ、うん、はいはい、第1作目が載ったのは84年なんだよ。あの連載してる途中でなんで載っけられるのと思って。すごいな。もう信じられないレベルで仕事します。本当に。で、87年にメゾンとうるせえをほぼ同時に終わらせますこの人。なるほど、うん、メゾンを冬に終わらせて87年の、で春に、うるせえを終わらせますと。はい、うん、でランマ2分の1をまさかのもうその時のその年の秋にスタートさせます。休まねえな。いやいや休めよ普通に考えて。休んでください先生。休んでくださいこの1987年にあのこの2つを終わらせんだけど、なんで終わらせたのかっていうと、うん、実に人気がなかったからじゃないんだよ、うんうんうん、だってやろうと言えばいくらでも続けられる話じゃんこんな、うん、そうね。でも、なんで終わらせたのかというと、20代の時の作品だからって言って終わらせたんだって。ああ、そっか。この人、57年に生まれてるから、ちょうどこの年30歳になるんだよ。ほうほう。で、これは自分が20代の時の作品にしたいって言って終わらせたんだって。はあ、すっげえ。で、この人、10月生まれです、高橋さんって。だから、秋にランマスタートさせたのは30歳になってからなって。すごいなぁ。これはすごい。これはすごいっていうか、これ結構ね、僕、あの、この後かかってきます。僕の解説なんかで。うん。ってな感じですね。あともう一個。まあ、高橋、ルーミックワールドって言われる監督ね、はい。高橋先生の書く世界は。うん。ルーミックワールドっていうのは、ちょっとどういうふうに形成されてるのかっていう話。はい。ね、これですね。高橋ルミ子の中には、陰と陽が明らかに分かれてる。うん、はいはいはい。うん、で、陽の部分は、まあ、もう分かりやすい、皆さん。はい。これです、うるせえ、はいはい、ランマになるわけだ。はい。なるほど。で、陰の部分っていうのが、はい、短編集とか、
人魚の森、人魚シリーズだよね。ちょっと、まあ、ホラーが入ってるね、やつは、多分、陰の部分に入る。だけど、あの、これをね、合体させちゃったやつが結構あって、うん、2つあるんだよ。2作品、うん。それが真ん中のこの2つ。ああ、犬屋敷メゾン一国。犬屋敷とメゾン一国。実はメゾンは、陰が結構入ってる。結構入ってますね。結構入ってる。だから、まあ、青年誌で書いてたってこともあるんだけどね。だけど、かなり陰の部分が入ってる作品だよね。だから、そういう意味で、結構この作品好きなんだよね。なかなかバランス取れてると思うね、本当に。で、あのね、この陰と陽の部分っていうのは、どっから来たのかっていうと、っていうのを話しましょう、まず。なんでこの二つに分けるのかと。なんでうるせえだけ書かないのかと。なんで、人魚シリーズに振るんだったら人魚シリーズみたいなものだけを書かないのか。なんでわざわざ両方向に振って、そしてあの中立なものまで書くのか。っていうと、これだから。はあ。おお。前もさっきも話したけど、ガロが好きだったの、この人。ああ、そっかそっか。なるほど。少年漫画も好きだし、ガロも好きだったの。はい。なるほど。で、そう、陽の部分っていうのは、この、こう、まあ、いわゆる手塚、まあ、手塚一派って言っちゃっていいのかな。まあ、アトムとか009とか、あの。トキワ荘一派。そうだね。トキワ荘一派だね。まあ、ドラえもんとかだね。になるわけで、陰の部分っていうのが、いわゆる、池上良一とか、うん。池上の人たちだよね。あの、上村和夫先生。これと同じだよね。で、あの、子連れ狼とか。これも、小池先生とかになるわけだね。で、このさ、池上良一とか、この上村和夫先生の、あの、書き方、顔が、この人魚シリーズの中だとすげえ似てるね。確かにちょっと声は、ちょっと似てるんだよ。確かに。明らかにここではないわけ。ここなれば、多分ここなんだよ。で、こっちは、ここなんだよね。なるほど。メゾンを見ると、読むと、この二つがね、本当に交互に現れる。イニアシャもそう。イニアシャも結構交互に現れてる。から、俺は結構面白いと思う。これまた。なるほど。で、あの、ルーミックワールドっていうのは、基本的にはこの二つ、まあ、この二つを、同時に描くっていうやり方の、一つの世界の中で入れる。で、それを やってた人は先にいました。はい。この人です。ああ、うん、だって、ゴーちゃんは、永井先生がハレンチ学園描きながらデビルマン描いてんだから。フリアバが。ゴーちゃんね。極端。いやそうだ。これが、これ、あの、高橋先生がさっき言った、俺、さっき話したインタビューの中でも言ってたんだけど、やっぱりそうだった。あの、永井先生の、あの、いわゆる一つの絵柄で二つの世界を描く。一つの絵柄で、いわゆる永井豪の絵柄で、この二つの世界を表すっていうのが、すごく魅力的だった。これも本人も言ってるから間違いないんで。つまり、あの、まあ、こういうことだね。一つの絵柄で二つの世界を表現する。これが、やっぱり、あの、ルミッコさんの理想なんだよね。なるほどね。そう。で、これを、その、まとめる。この二つの世界を、あの、永井先生はね、その、衝動とか欲望でまとめ上げるんだよね。無理やり。やるんだよ。天才だね。こうなるわけ。天才だよ、この人、本当に。読めば読むほど天才だと思う、この人は。で、高橋先生はそれをどうやってまとめるのかというと、それをユーモアでまとめきるんだよね。ほう。なるほどね。つまり、この長い号ワールドっていうのをユーモアで包むと、ルーミックワールドです。はあ、なるほど。まあ、仮に長い先生のやつを、僕はもう、あの、ルーミックワールドにあやかって、もうダイナミックワールドと名付けましたけど、まあ、このダイナミックワールドとルーミックワールドっていうのは、あの、まあ、似て非なるものなんでね。これが結構ね、僕、今回、あの、まあ、発見して面白かったやつですね。
なるほど、うん、面白いやっぱりめっちゃ面白い、うん、まあなんかこれ一つ見てもやっぱりすごいよねこの人ね、うん、凄まじいね、うん、あのダイナミックワールドはダイナミックワールドはい、ダイナミックワールドはダイナミックワールドは衝動とか欲望でガッと抑え込んじゃうもんだから、うん、面白いんだけどやっぱりね、うん、間口が狭いんだよねあの世界って、うんうんうん、バイオレンスだし怖いから、うんうん、どうしてもちょっと間口が狭いんだけどルーミックワールドはそれユーモアでまとめきっちゃってるもんだから男でも女でも入ってくれるんだよあの世界って。なるほど、だから両あの男の人でも女の人でも大好きな高橋留美子さんって、うん、これは本当にすごいよね、うん、はあ、なるほどね。で、まだまだあるよ。お、あの、この、昨日、この間バナナピッチの話したときに、うん、あの、ちょっと大友克洋と鳥山明の話、はい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 、1980年に起きたやつですよっていう。で、うん、1980年に、いわゆるもうこの2つが出てきたんだよね。ドクターのホームが出てくるわけだ。で、これっていうのはその漫画の中で、もうほとんど新しい世界なんだよ。うんうん、でもメゾン一国も80年にスタートしてんだよね。うん、大ヒットしてると。でこの2つっていうのはまあなんていうのかな、もうねいわゆる、まあ、鳥山先生は、まあ、影響受けてないって自分で言ってんだけどアメコミ調のやつを入れてくる、うん、で大友克洋先生のやつは、フランスのバンドディシネを入れてくる、うん、漫画と混ぜ合わせることによって新しい世界を生み出した、ね、簡単に言うと、うん、で高橋留美子の世界っていうのはこれなんだよね。手塚町と劇画町をブレンドすることによって新しい世界を出したのこの人は。ほー、だからこの二人みたいな全く新しい何かではないんだけど、うん、どっかやっぱ漫画してんだよねこの人の、うん、鳥山明とか大友克洋この人たちのやつってねやっぱ映画に近いんだよどっちかというと。そうなるほど、うん、あのこれ区分する言葉がないから、ちょっと仮にこの人たちのやつを、うん、あの、漫画ではなくてね、まあ、仮にコミックって言いましょうよ、もう。うん、はいはいはい。うん。仮にこの人たちのやつは、コミックなんだよね。うん。ほとんどね、別になっちゃってんだよね、ほとんど。うん。まあ、だから新しい世界なんだよ、もう。なるほど。なんだけど、高橋向こう世界はやっぱ漫画なんだよね。うん。うん。だから、俺最初に言ったじゃん。この人の作品読んでると、こう思えるって。ああ、なるほど。なるほどね。心底思えるね。だから、うん、やっぱ、まあ、俺、決して嫌いじゃないんだけど、鳥山先生と、あの、大友先生の作品は。すごい好きなんだけど、やっぱりなんかね、その、手塚先生とか、前、あの、明日の城みたいに劇画の路線からガーって考えると、やっぱちょっと違うかなって思ってしまう。うん。やっぱ、後の、あとじゃね、先代の流れを色濃く受け継いでるのが高橋留美子 の本当に大きな魅力の一つだと思う。そう、そでいわゆる男のロマンとかで書かれたものを女の人のユーモアで包んでるもんだからものすごく読みやすいことになる。この人そうだね、うん、そうだね。でまあ手塚町と劇画町の、まあいわゆるブレンドでこの人は作品作っていくんだけど、はい、それが最も良い形でブレンドされたのが俺はこの作品だと思います。なるほど。やっぱりあのさっきもさあの話したけど、うん、あのやっぱうるせえとかだとどうしても手塚に寄りすぎてんだよね。だし人魚シリーズとかになっちゃうとやっぱちょっと劇画に寄りすぎちゃってるんだよね。うん、いわゆる完璧な中庸っていうのは難しくって、だからそれが達成できてるのが、やっぱ俺メゾンじゃないかなと思う。ほう。なるほど。またこれ、やっぱ、なんていうのかな、青の衝動っていうのかな、青春の痛みみたいなやつ、ちゃんと入ってるし、うん。これがいいよねーと思って。本当に。いいよねーと思って。いいよねーと思って。ねー。まあもちろん宮下も好きなんだけどね、俺すごい七人体あたりぐらいの宮下、うん、本当に傑作だと思います。うん。てな感じ、これが第一夜目でした。はい。なるほど。どうでした？面白かった。はい。すごい。面白い。
っとね、もう早く本編の話をしたいなって。また明日本編の話しましょうね。はい、はい、というわけで次回もユニックワールド楽しんでいこうぜ。明日は明日バイバイ。